尿道は、哺乳類の泌尿器に分類される器官の一つであり、尿が膀胱から体外へ排泄される時に通る管のこと。男性の場合は、膀胱の出口で精管が接続されており、射精時には精子を含む精液を運ぶ管にもなるので、生殖器でもある。人の場合は、骨盤内にある膀胱から、恥骨結合の元を通って外陰部へと続く。女性では、 秩前提に開口するが、男性では膀胱を出ると、前立腺の中心を貫通し、陰形内部の尿道界面体を通って、陰形気筒先端に開口する。そのため、男性と女性とで尿道の形状が大きく異なる。男性の尿道は成人で16から20センチメートルの長さがあり、細いのが特徴。一方で女性の尿道は太く。 長さは3から4センチメートルと男性よりもかなり短い。これが女性の方が尿路感染症を起こしやすい原因であると言われる。尿道周囲には尿道活躍筋があり、尿が膀胱を出た後に筋肉が発達して内部の尿の通行を妨げる。この筋肉は自由筋で意識的に尿を我慢するときに用いられる。尿道の壁の構造は内側に粘膜があり、 その外に主に2層のひらがめ筋が存在するのが基本であるが、男性の尿道界面体内では平滑筋層は明確ではない。尿道内部の壁の潤滑剤としての粘液を分泌する尿道線と呼ばれる小型の分泌線が多数存在し、尿道の内壁を湿らせている。内側の粘膜は女性の場合は、 膀胱のごく近くでは膀胱と同じ移行上皮であるが、それ以外のほとんどは重層扁平上皮である。男性の場合は膀胱の近くでは移行上皮その後前立腺内を通るときは前立腺の上皮と同様の多列円柱上皮となり、陰形内では独特の重層円柱上皮気頭部で重層扁平上皮と様々に形を変える。ありがとうございます。